あるあるとは思ってたけど、こんなある？欲しかったやつだ。うまこれ、ラジマ・マサラ。小島真嗣みたいな。どうも、かまいたちです。ミステリー、ミステリー、ミステリー、ミステリー。さあ、本日は、はい、無印良品のカレー全部集めてみた。すごいね。こんなあんねや。あるあるとは思ってたけど、こんなある？チャーリー1個いくらぐらいなの？全部一緒で190円から、500円とかそこ前後とか、ちょっと1000円とかのやつもあって、はぁ全部うまそうな。あ、グリーンカレー好きやね。どっちの？この俺こっちやね、辛い方の。俺辛くないグリーンカレーって書いてる。これこれ頼みたいな。一覧があって、こういうサラリーマンの並べてます。これ気になった。三種の唐辛子とチキン、これで一番辛いやつ。レッドが一番辛いんか、これ。ココナッツも好きやね、俺。あ、辛くない順で並べてくれてんの。山口さんの方辛甘い方で、はい、素晴らしい。できるやん。できる作家やん、うん、成長したな。見やすい、うん、そんなんも分からんようなアホの作家や思ってたけど、できる作家やないか。俺この2つ、はい、ちょっ ちょっとエビのココナッツカレーってどれ？これは贅沢やな。エビのココナッツカレー、これか。辛いの？これ3プラウンモイリー、プラウンっていうのは確かエビやったと思うね。でもココナッツ、ココナッツの甘いのか。そこまで辛ないんちゃう、プラウン、あのココナッツやったら、うんうん、ココナッツ食べたい。ココナッツ系好きなん、うん、とグリーンカレーと。高いのってどれ？一番高いの、一番高くて490円。箱ちゃん、この箱。箱のやつが1000円。牛ほほ肉のデミグラスソースカレー。高いのもいってとこ。俺この3つ、はい、いや全部うまいやん。カルダモンと青唐辛子のスパイシースープカレー、うまそうやな。うわ、マトンが。マトン好きなの？あー、びっくりした。マトンあかんねえ。マトンあんねや。俺マトン好きや。とマトンのキーマ、マトンキーマ行こうかな、俺。マトンキーマ。まあ、どれ？オーソドックスなのがバターチキンとかなんの、ね、とかその辺ちゃう？一番人気がもうバターチキンとかなるんちゃう？一番人気がバターチキン、二番がグリーン、三、うん、番がブラウンマサラ。ブラウンマサラ。エビのやつや。まあ、その三つは食べたことあるな。コンビニで展開してる、この無印のカレーも、その辺は絶対置いてあるもん。やっぱ人気やから。うん、湯煎でいいやつね。マッサマンとかダールとかな、なんかこういうしっかりカレー好きな人が開発してるのがいいよな。こんな種類ある。マトンのちょっとカルタみたいにするから読んで、なんか早いもん勝ちな。これ隠れてるのもありかもな。はい、豚肉とマッシュルームのカレー、鹿肉とマッシュルームのカレー。はい、おーい、当たった。あ、これは俺いいヒント見つけたぞ。鹿肉もあんねや。好きやんな。いや、苦手やね。ジビエ全部苦手や、ね、ジビエあかんな、自分。蜜取った方が勝ちな。湯煎で温めてる間に、はい、続いてみます。はい、アルマタールジャガイモとグリーンピースのカレー。アルマタールジャガイモ、アルマタールグリーンピースのカレー。おお、すごい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 。アルマタール。はい、はい、正解です。読みは間違ってない。こっから巻き返すわ。3ポイント選手な。はい、読みは間違ってない。はい、読みはって。イエローふざけてる。商品名ちゃんとした。イエロー、あ、ふざけてる。ちゃんとしてる。ちゃんとしてんの、そう。どういうこと。イエロー、イエロー、イエロー。はい、早っ。俺、これ強いな。強いな。辛さ順で頭の中で言ったから辛くないやん、脱サラスだ。めっちゃ強いやん、俺。ちなみに、あとご飯どうします。
うわ、バスマティにしよう。いいね、炊いてくれたの。炊いてきました。はあ、いいね。バスマティです。まああるのでいいよ。ルー楽しみたいから今日。そうやな。ちょっと名前だけ言うからどんなカレーか当てて。コザンブ。コザンブ。コザンブ。ああ。田舎者の小学校で出されるようなカレー。田舎の小学校で出されるような欧風カレー。違います。ココナッツと根菜のカレーです。ちょっと珍しいんでちょうだい。コザンブ。詳しいからな。あ、ケララチキン。南インドの赤めのカレーまあそうなっちゃう間違ってはないんだろうけど、鶏肉とじゃがいも、カレーリーフやコリアンダーなど、うん、数種類のスパイスと煮込んだ、うん、ココナッツミルクベースの南インドの、うん、ケララ州のカレー、うん、合ってる。南インドが合ってるやん。ケララ、ケララはね、南インドね。ココナッツミルクベースなんや、うん、え、ココナッツミルクベースはインドなの、うん。まあ、ココナッツはいろいろ使ってると思う。俺もそこまで全部は知らないけど、それこそグリーンカレーにだってココナッツ使うやろうし、使うとこはね。グリーンカレー昔全然無理と思ってたのがなんかうまいよな。美味しくなってきてる、うん、味覚変わってる。何この筑前煮みたいな。カルダモンと青唐辛子のスパイシー。あ、さっき俺が興味示してたやつ。野菜めっちゃ入ってる。マトンキーマもお願いしとこうかな。辛いのが好きやねん、やっぱり。果たして俺を辛いと言わせれるかな、それが謎。前ロケで食べたさ、うん、すっごい山椒効きまくってるのどこやったね。山椒効きまくってる、もうよだれ止まらなくなったやつ。大阪時代、大阪時代に山椒、とにかく山椒の辛さやったね。はあ、カレー麻婆とかじゃなくて麻婆かな。もうほんまに気づいたらよだれ出てるぐらい山椒効いてるのあって、ビリ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 して、あれな、プライベートじゃないはずやから、ロケの。え、俺もカラーって言ってた。うわーって俺も言ってた。言ってたと思うよ。俺が言ってたんやったらよっぽどやな。だって一人で山椒効いたもん食べに行かんやろ俺。ロケで、ロケで俺がわー言ってた。この俺が、この俺がって、辛いの強いのかっこいいと思ってるなありがとう。キュー、いいよ。レッド1000円のやつね、これ、はい。辛くないグリーンカレー行こうかな。辛くない、元ネタなんでしょう。マイク・ベルナルド。 OK。 カミソリ、ヒゲソリのな。切れてない、切れてないや。正解。まずレッド。おーおーおー、結構あれやね。いいね、最後にいっぱい出てきた。結構でもココナッツの匂いしてるね。うまそう。うわ、ええ匂い。もう、いきますよ、これいきます。レモングラスか。めっちゃいい匂い。いい、なんか、欲しかったやつか。うわ、辛そう。欲しかったやつだグリーンカレー、うん、こうであってくれたらな、あの味だ。ありがとう、バスマティライス持ってきてくれた。うまっ。カレーのイベント行った時、こんなんやったな。いろんなカレー屋さんの。じゃあ辛いとされてる三種の唐辛子とチキンやったかな、うん、いただきます。あ、うまい、うまいねちょっと待って、グリーンカレーになんて違うくない？ある？あんま見ひんかも。あんま見なくない？めっちゃうまそうよ。バスマティライスも無事？めっちゃうまそう。高菜があんの、これは炊いてあんの。これは精米状態だったので、これだけ入ってます。うまい、マジでうまい。スープカレー、スープカレー、うん、カレー、レッドもうまい。辛くない、全然いける。俺はね、いや、俺はねんじゃない。どれ辛そう。あ、辛っめっちゃ辛いやん。やられた、完全に、完全にやられた。この後何食っても辛い。あ、
でもちゃんと本格的にうまいね。マジでこのレッドの方は最高。レッドの方はサラサラしてて、ココナッツとレモングラスがいい感じに効いてて、どっちかというと日本のというよりは、はい、あの海外の外国風、うん、でこっちはちょっともったりしてる感じかな。ほー、うん、で俺このココナッツカレーの辛くないやつは、あの俺の好きなココナッツカレーのあのちょっとクリーミーな部分とかだけ生かしてくれって言ってる。グリーンカレーな、うん、あグリーンカレー、うん、辛さマジで程よくなってる。これ最高。こっち前でこっち、こっちはそこまで辛ない。危ない危ない危な今のマックスのやつ。あかんあかん。うーん、このクオリティか。マトンのキーマね。マトン好きやね。せやけどそのマトンの感じをどこまで出してくれてるかやな、うん、俺臭くてオッケーやから。あかんわそれ。それはさすがにマトンやねんから、マトンの匂いせんとなっていう。マトンをマトンのに。うわマジマジ、あの偶然偶然。すごい喋ってる。偶然偶然今の。私は匂いめっちゃ。これ何だったっけ、エビのやつ。プラウンマサル、プラウン。プラウンモイル。クリーミーなエビ。エビのココナッツカレー。エビのココナッツカレー、いただきます。あ、ちゃんとマトンやね。うんうん。エビのココナッツカレーはすごいクリーミーなんですけど、さっきのグリーンカレー、辛くないグリーンカレーを食べてるから、ちょっとだけ俺はもうこれで辛っと思う、うん、うんうん、あっうまいね。マトンもおいしい。シナモンが結構効いてんのかも。あんま伝わってないかもしれんけど、濱家がさっき食べてたやつはめちゃくちゃ辛いびっくりするぐらい辛いやつ。それが3なんですけど、うん、これは全然4つ。これは全然いける。このレベルか。ちょっと何もうて、ちぎったかじった、うん、ちぎったちぎった。ちぎったんか。なんでかじってどうしよう。うん、いいね。何も軽めで、熱いな、暖房消そうかちょっと1000円の方もいくよ。こんだけでええわ、あの飲むときうん、え、ルーを、ルー当てに飲むのなんか最高やん。あ、でもバーとかでなんか、そうそう、ルーだけあるやん。ルーだけのあるな。あれお酒飲まない軍団からしたら謎すぎるそうか、確かに。しかも量ちょっとだけので出てくるやん、ね、ちょっとでいい。おしゃれなバーとかで。あー、うまいな。このやっぱこれ名前なんだっけ。山内です。いや、違う。え、何お前どうも山内です。あれ何かあったのよ。俺こっちの方が好きかもな。牛ほほ肉は全然辛くなくて、お肉がもうとろけるようなお肉になってる。ほほ肉ちょっと食べていい、うん、お肉がだいぶ豪華なんちゃう、そのほほ肉は。すんごい豪華。うまっ。これ辛さは全然、辛いの苦手な人いける、全くいける。うまっ。これやばいね。デミグラスソース、もう完全に欧風寄りやけどな、うん、もう。うまいな。ほほ肉のクオリティがすごい。よう悪った牛やったよなこんなにも、あんま牛を思い出させんの食べてる時に。その牛がごめんごめん。うん、あ、これはうまいよ。勝手に三種盛りできるもんな、余裕で。そうね、この値段なら。ほかほかしてきたわ。でももう他のいける自信がない。あ、もう食べれない、うん、もうお腹いっぱい。もう選抜したから、ね、うん、あとはあの全部森下が食べる塩地に住んで、塩地に塩分地に。こんなに全部食べます、今日中に。今日中にこれは全く別の角度でうまいな、うん、1000円して OK。 それこそバーで出てきてほしいような味。あー、バーでいるんちゃう、これ2000円で出してる場合。いや、あるかもなあるかもやで、うん、みんな納得するやろし。昔セロリの浅漬けがめっちゃうまい店あってんや、うん、この漬け方やばいっすねとか言ってて、うん、1ヶ月ぐらい通ってからさ、店の店長がさ、うん、
濱家さんがこの漬け方絶妙やって言い過ぎて言いにくかったんですけど、これ後付けの元なんですよね。そういうことがあるから、これをだから2000円で出してるとこもあるかもな。分かれへん。タコシゲもなんかタコシゲ、新進ラーメンそのまま出してた。出してたよ、うん、で、マスターはやっぱ潔いから、うん、新進ラーメンって書いてたもん。おう、うん、粉丸がうまいって言うてくれた。はぁ、あ、おいしい。これストックしとくのありやね。しかもあのレトルトやから、うん、10ヶ月ぐらい持つやん、今から見たら全部。この YouTube 部屋に棚作ってさ、これ常に全種類揃えてるのを売りの部屋にしよう。無印の広報部屋みたいなのやなあ、取材する時の広報部屋みたいに。ここでなんか感染とかする時にさ、で小林になんかリクルートスーツみたいな気してこう横に立たせてるから。候補さん。めっちゃ候補さん。何聞いても候補。いやダースベイダー。ダースベイダーって候補やったんだ。ダースベイダー候補さん。実はスターウォーズの候補さん。あれ候補やったんや。うま。うん。1000円うま。大当たりやね。ちょっとこれはまた買います。でも俺この辛くないグリーンカレーが多分俺と同じ辛いの苦手勢はドンピシャやと思う、うん、なるほどな。めっちゃいい。福神漬けもあんねやな。やってんな、この展開はすごいわ。ラジママサララジマ新人みたいに言うの。今俺なんかみたいやなと思って引っ張り上げてんやん。出してくれたわ。おそらくそれトレンディドラマ作る。ゲームパイ。ゲットリーみたいな。全然ちゃう。ゲットリーみたいな。全然違うやん。ベジタブルコルマ。呂布カルマみたいな。文字数全然合ってない。チャンネル登録お願いします。美味しかった。チキンティッカマサラ、人気 TikToker みたいな。お前すごいな。チキンティッカマサラだいぶ、ね、歩み寄ったよね今ね。人気 TikToker。お前なんかカレーのゲーム強いな。カレーゲーム系の人だったのか。強い、うん、カレーゲーム配信やったら。カレーカレーゲーム配信しよう。うまい、うん、いいね。皆さんもぜひ買ってみてください。 おすすめです。